サーヤチャンネルネクストアップに入賞しました。乾杯。今日は何？今日はお知らせがあります。1000万人超えたとか登録者で1000万人、それはすごいねでもまあチャンネルに関してのことなんだけど、サーヤチャンネル実は YouTube ネクストアップに入賞しました。イエーイ。何ネクストアップっていうのはさ、機材の使い方とかさ、編集、撮ったものをパパがほらいろいろ文字とかつけたりさ、眠くなっちゃったで、今日は記念の日だからさあやとビールで乾杯しようかなと思って。ビール飲めないよ大丈夫、子供でも飲めるビールなの。じゃあやってみようさっき飲めるって言ったけど、グミ、ゼリー、ビールみたいなゼリーを作ります。用意したものはアップルジュース、ゼラチン。まずリンゴジュースを 400ml 入れてください、うん、次はゼラチン 5g ね。うん、それでいいか。 OK。 次は鍋にリンゴジュースを入れてください。お、入ってきた、うん、スイッチオー、パチこれで温めていきます。はい、よし、じゃあリンゴジュース温まってきたのでゼラチンを入れてください。あ、なんか熱い。じゃあ溶かしてください。なんか楽しいケーキ作ってそうだね。ゼラチンが溶けたので、そのコップの7分目ぐらいまで、ここぐらいまで、そう、そこぐらいまでリンゴジュースを入れてくれる難しいか。怖い。いや、ちょっと待って。いいよ、後で拭くから。もう少ないから取れにくい、うん、そう、これだ。はい、オッケー。その余ったやつを冷やしながら、うん、泡立てていきます。あ、なんかフルーツポンチみたいに。そうそうそう。で、氷を入れて氷水にしていきます楽しいフルーツポンチ。うん、これを使います。で、これはね、ちょっとね、壊れてて、蓋閉めるとこれスイッチを押さなくても回っちゃうから、あく、ほら、勝手に回っちゃう。それでじゃあちょっと入れてみて、泡立つかな。面白いんだけどビールっぽい。だいぶ泡立ってね、もういいかな。お、落ちた。すごい。最後の一個で、じゃあ冷やそっか。オッケー。じゃあ冷蔵庫入れてくるね。うん、なるべく温まんないよ。はーい。で、今冷蔵庫入れてきたから1時間ぐらい冷やすから、マイクラでもやって待とっか。うん、こんな感じ。ちょっと触ってみて。あー、でもほんとビールみたい。いや、すごい。でもほんとになんかキンキンに冷えたビールみたい。パパはこれね、似てるか、似てるかね。ゼリーの方ちょっと泡減っちゃったけどビールみたいね。早く食べた。あ、うん、YouTube ネクストアップ、おめでとう。思ったより音でかかったね。乾杯。泡も固まってるね。まだそんな固まってないか。まだヨーグルトみたい。もうちょっと冷やした方が良かったのかな。2時間ぐらいやれば大丈夫かもね。どう、美味しかった？美味しかった。うん、ね、ネクストアップはね、今年2回目なんだけど、前回はまだね、さあやチャンネルは1万人クリアしてなかったので応募できなかった。で、今回は1万人超えてたから
まあ、応募できたんだけど、見てくれてる人たちに感謝しなきゃ。登録してくれて、見てくれてるからこうやってね、入れたから。ちょっと頑張ろうね。うん。それ。